矢島園の矢島さんでよろしいですか。はい、そうです。はい、こちらの盆栽が小さいものが結構あるということでちょっと伺わせてもらったんですけども、はい、やっぱパッと見て小さいですね、はい、小さく作ってちゃんと盆栽としてできているという、はい、やっぱ小さいものが好きでこだわり持ってやられてる、そうですっていうことですか、はい、ちょっといくつか説明していただけるといいんですけど、好きな木とかは。好きな木はどっちかというと大きな方が好き。あ、そうなんですね。これが椿です。椿、はい。あ、これ同じものですか。はい、これにちょっと他ではない。そうですね。あ、椿もこういう感じになるんだ。小さいものっていうのはサイクルが早いんですよ。3、4年かかれば、はいはい、ある程度できちゃう。何十年も大きいので何十年も作ってる間に飽きちゃうでしょ。うん、サイクルが短いとその分早くできるんで、なるほど、まあ、楽しさも倍増するんじゃないですかね。そういう利点はあります。なるほど、はい、椿、はい、ここ並んでるのはでも長白系が、そうですね、多いです。全部やらないとあれですもんね。そうですよね。これは図書、図書いいサイズ。こういうのまだ、はい、今年大きな鉢からこの鉢に植えたばっかりなんで。そうなんですね。まだこれから作るものです。これ取り木とかするんですか。これは挿し木で作りました。挿し木をして、4、5年というところですね。挿し木をして4、5年、はい、でこんなに太くなります。はい、向こうの方に、はいはい、これのまだ完成、ここまで行く前の状態。わ、すごい。こういうのがあれになるんです。あ、伸ばした途中枝こう切るみたいな形で小さく作るんだ。この辺に ある程度こう形を作っておいて、これを伸ばして後でこう切るんです、ね、なるほど、はい、この先はどうするんですか。また挿し木なんですか。挿し木をする場合もあるし捨てちゃう場合もあるし。なるほど、はい、じゃあやっぱ小さいの作るのに手間が結構すごいですね。はい、ここに置いてあるものの半分の1がある程度製品に、はい、なってまして、あとは全部種芋です。へえ。あ、このこれも下であれですか、落とすってことですか。はい、あ、ここで作るみたいな。この部分を作るんですね。へえ、すごい。この大きさからサイズになっちゃうんですもんね。これは大変だ。これだけを作っておけばこうあとは水をやればそれで済むんです。これがくちなし、あそこにあったのがくちなしなんですけど、はいはい、あれがこういう風になって。なるほど、ここまでへへあれなんですよ。小さくする、小さくなる、はい、めちゃめちゃ可愛いですね。はい、でこれがもう1年、あ、古いものがこうなる、成長が見れる。はい、あと1年作ると完成に近くなって、はい、実がなります。身のなりがいいですね。このぐらいになると傷口、あ、そこも蚊で見えなくなって隠れちゃうんだ。傷口は、はいはい、これ結構肉巻きがいいので、こういうのも今年中にはある程度巻いちゃいます。あ、本当ですか。2年、そうですね、ぐらい。そうですね。あ、やっぱ臓器だからやっぱこう早いんですかね。はい、これはエゴの木。エゴ、エゴ、あ、赤羽のエゴですね。いいですね。はい、あと 1,2 年作るとある程度見られるようになる。なるほど、はい。こういうのは舞姫って言いまして、小の細かいのを取り出したもので、はい、ミニ盆栽には向きの木なんです。そうですね、はい、全部ここにあるのは全部取り木という方法で取ったもの、うんうん、あ、この舞姫、はい、紅葉はいいし葉の関節も短いし、そうですよね、ミニ盆栽向きですよね。なんか結構ほうき作りっぽい感じのイメージ。はい、普通の模様木風の造形、模様木風の、はい、ですよね。こんなに根が、根で幹が、はい、いや面白い。平和になるとこれが大体なくなっちゃう。あ、本当ですか。残るのは3分の1残るか残らないか。へー、だから仕込むのが大変なんです。そうですよね、うん、何年ぐらいやられてるんですか。私は35年ぐらい。35年、はい、で親がやってて、親の親もやってましたから、あ、はい、
じゃあここ自体はもっと長いと、うん、私は分家ですから、はい、私の代で終わっちゃいますけ ど。あ、そうなの、はい、いや技術ですね。あ、欅、この部分が盆栽にすると長いんですよ。なるほど。それをこう10センチぐらいにまとめようと思って、これでも十分商品サイズですけどね。そうなんですけど、この頃やってる方はすごく要求度が高いので、はい、そこまで10センチなら10センチぐらいに作り上げてないと出ないんですよ。なるほど。はい、これなんか面白いのがあるんですよ。これはちりめんかずらをこういう風にして遊んで作ってます。値上がりに、はい、値上がりに。まだ売る段階まで入ってないですけど、あと何年かすれば売れるようになります。何年か。はい、いや手がめちゃくちゃ混んでますね。はい、小さいものはやっぱり集約されてますからね、手をその分かけないと良くなっていかないです。なるほど。はい、これは金図と言いまして、小さい、小さい黄色い実がなるんですけどね、はい、これを商品盆栽に作っています。かわいいですね。いい感じで、これにこう黄色い実がこうつくとすごく見物盆栽としてはもう書くことのできないような樹種です。なるほど、はい、金図、金図、この金図、はい、これも金図です。あ、大きいものも、はい、これが黒松の飛び木をしている最中に、はい、こういうのから根を出させるんです。ここから根を出させて黒松の小さいものを作る。で、要はここでまた切るってことですか。そうです。へえ。で、作ってるものが、何年か前に作ったのがこれ。こっち、こういうふうになるんですよ。おー、なるほど。いや、太ってる。はい、こういうふうに、うんうんうん、こういう枝は後々には取っていくんです、はい、で小さいこういう枝を残して樹形を作っていくんです。で作ったのがあそこに並んでるようなものたちですか。はい、まずは世間であんまり小さいものは作ってないので、はい、結構人気があってね、作った分どんどん売れちゃうんですよ。へえ。あんまり残ってないんですけど。そうですね、黒松の小さいの、まあ、はい、商品サイズはよくありますけどね、はい、そのミニサイズ今あります？ミニの。いや、すごい。こういうすごいですね、はい、この小ささ10センチ以下でね、作り上げるつもりでやってるんですけど、ね、なるほど、はい、10センチ以下、はい、7センチぐらいでは十分対応できるんですよ。売れちゃうもんですから、もうこの駅になくなっちゃったんですけど。ちなみにここって一般の方も入れなんですか、普通の。はい、一般も業者も例えばこの辺だと五葉松とかは見せてもらってもいいですか。はい、五葉松の小さいの、いや、みんな小さいんですけど、これは10センチぐらいですね。すごい。いや、いいっすね、かっこいい。サイズ感これだもんな。ありがとうございます。このサイズ感ですよ。意外と心拍少ないですよね。これ大きいですもんね。はい、心拍の実にはあんまりなんですか。まず軽で挿し木をして1年生ですね。はい、で2年生です。2年生で3年生で、はいはい、4年生です。すごい、はい、1年ごと、はい、こうやって見ると成長早いですね。心拍、心拍結構早いです。早いですね。両方からこうやって皮を剥いてあるとね、はいはい、両方に引っ張られるから太りも早いんですよ。あ、そうなんですね。こっちの皮とこっちの皮でこう両方からこう太りますから、はいはい、太りが早いんです。細かい小さい枝で、うんうん、作って、こういう大きいのはシャリって言いますけど、はい、シャリでこう作っていく。なるほど。何年目ぐらいに削るんですか。ここも削れてますよね。うん、これを削って最終的にあと 1,2 年で形を作っていきます。これもやっぱ小さく作っていく。そうです。へえ、これを、大きなところを使わないで、こういう小さい懐のこういう小さい枝で作っていく。こういうとこに吹かせて、はい、へえ、面白い。めちゃめちゃ楽しいですね。こう
ちなみにお値段とかはあんま言わない方がいいですか？別に構わないですけど、お求めやすいやつとかもしあれば。これはズミって言いまして、もう実のなるのはなってたのは売れちゃって、はいはい、こういうのに実がなるんですよ。へえ、ちゃんとできてますね、はい、足元が、はい、でこれに実がなったのはもうすでに売れちゃってないんです。なるほど。でこれで3000円。3000円、はい、これいいんじゃないですか、3000円。これはあのベニシタン、はい、これから秋になるとこういう実が赤くなって葉が紅葉して、はい、ちょっと可愛い。そうですよね、これで、5000円です。5000円、はい、いいじゃないですか。僕のような初心者でも買える値段の。荒川真由美って言って、荒川真由美、はい、真由美の肌の荒れやすいやつです、うんうん、これで3000円ぐらい。へえ、もう取り木ですよね。これは取り木ではなくて寝伏せで、寝伏せ、はい、寝伏せで作ってます。へえ、寝伏せ。超ミニ盆栽、あの辺1位もありましたけど、1位とかもやるんですか？はい、今結構ね、夏場暑いとね、ちょっと難しい。なるほど。あるんですけど、1位の小さいのっていうのはあんま見たことない。はい、あそこに微笑があるんですけどね。ああ、微笑なんですか、あれ、うん、北海道の、はいはい、船尻島、あの辺から取り寄せたもの。小がいいんですよ。これで小さいの、もっと小さいの作ってみようかなと思う。1位の実生って初めて見ました。はい、なるほど。この辺も全部実生って、これなんだろう。これは挿し木ですね。これ挿し木、はい、これ小白です。この下にあるのは全部挿し木だとか寝癖だとか。ほんとだ。これ靴地なんですか、これ？カヌマ。カヌマ、カヌマがいいんですか？挿し木をするにはカヌマなんかは、うん、向いてる。挿し木には、はい、今度カヌマでやってみよう。そうなんですね。それで植え替えて、うん、ダオンバチ1年経ってから、はい、植え替えて、部門がこういう赤玉と砂を混ぜて。見どころはね、やっぱり雑木なんかは葉っぱがいくらかなくなった秋口から冬場が一番いいかな、うんうん、なるほど。カエデの小さいこういうの作るのがやってみたいなと思いながら、まだそんな技術ないというか、素材もどれを買ったらいいのか分かんない。葉がね、ものすごく細かい章なんですよ、はい、ここまで作るのに結構思ったよりも時間かかるんで、値段的にはこう思ったより高いんですよ。高いですよね、はい、年数かかりますからね。そうですよね。いやでもやっぱいいですよね、全部いいな。葉がやっぱ冬の方が分かりやすいですね、はい、買うにしてもね。こういうのは葉鞘なんですよ。ミニですから葉が大きいと枝が細かくならないんで。じゃあやっぱ葉あるときに選んでおいた方がいいですか？そうですね。あ、そうなんですね。これは葉が小さいでしょ、はい、普通の山もみじ、普通の山もみじはこんな大きいんですよ。そうですね。こういうふうに小さいですから、やっぱりミニ向きなんです。ミニ向き、はい、こういうのはね、はい、挿し木なんです。挿し木、はい、根がないんです。この太さで、この太さで挿してるんです。へえ、挿せるんですね。で 水を張ってあって、あ、それで、なるほど、はい、もう少し経つとこの下から根が出てきますから、そしたら水を抜いてやって。なるほど。根が生えてないからこれができるってことですね。はい、そうです。普通なら根腐れしちゃうってことですよね。へえ、面白い。そんなやり方あるんだ。で、長寿梅、どうなって私が作ったもんで、これは違う、はい、私はそこから買ってきたものなんですけど、ね、全然わかんないですね、中、あ、これ巻いてる、いいなそれもいいですよね。これなんかね、これから製品になってくるんですけど、うん、つる梅もどき。あ、つる梅もどき、はい、煮物として結構実がね、長持ちするんで。そうですね、結構根上がりとか見ますよね。はい、根伏せでね、こうみんな曲がってるんですよ。あ、本当だ。これを来年あたりは鉢にとって。へえ、実がね、すごく可愛いんですよ。黄色いいやつ。はい、黄色で中からちょっと橙色の実がはぜて、うん、割れるんだ。割れるんです。
この辺はだからこれそこ、はい、この根元取り木をしたものです。なるほど、取り木をしたんだ。はい、で1年目ですか、取り木をして本鉢で1年持って、それから欲しい人いっぱいいますね。昔はねこの辺に生産者というかこういうものを作ってくれている人がいっぱいいたんですよ。はい、だけどこの辺も都市化が進んでね、うん、そういう人たちみんな駐車場の管理になっちゃって、ね、あ、なるほど、ね、でも我々は全部挿し木から全部作らなくちゃいけなくなっちゃったんですよ。なるほど、はい、前はその挿し木をしてくれてるところがあってそこから仕入れてたって、はい、じゃ仕事増えちゃいましたね。増えちゃう。なるほど、まあその代わり好きなものを作れるから、まあ、まあ、いいって言えばいいんですけど。なるほどね、そうです。川口市はたくさんありますもんね、盆栽。そうですね、僕は大宮から来たんですけど。あ、そうですか、うん、大宮もあと盆栽町ってあるから有名ですけど、はい、そうですね、まあ盆栽園自体5個ぐらいしかないんで、はいはい、5個6個しかないんで、そうですね、そう考えると川口の方が多いんですよね。はい、あそこは立派なものがね。そうですね、ちょっとジャンルが違うというか、はい、なるほど、非常に面白かったです。ありがとうございます。歯抜き、これをやると内側からこれをやって作ったものがこういうものです。あ、一旦これをやらないとどうしても商品の場合こうしっかりした小さくてまとまったものができないんですよ。なるほど、初めて知った。こうやって内側から出やすいと、はい、懐に出たらそこまで来年再来年ですけど、来年切っちゃうとちょっと油性が落ちちゃうので再来年ですね。再来年、これ結構 メジャーなんですか、このやり方って。じゃないですよね。僕あんま聞いたことない、うん、そうです。歯抜き、はい、あ、五葉松だけですか。そうですね、黒松は目切りっていう作業。そうですよね、こういうのは葉っぱがちょっと大きいとかちょっと間延びしちゃって、はいはい、大きくなりすぎちゃったとかありますよね。そういうものをちょっと力を、その前の年に力をつけて、それでこういうふうに葉を抜くんですよ。おお、そうすると懐から出てくる。いや知らなかった。ちょっとだから危ないっていうのは樹勢が落ちやすくなっちゃうってことですか、うん、間違えれば枯れちゃうから。なるほど、うん、それタイミングが重要なんですか。タイミングもそうだし追い込みの時も大事だし、あ、樹勢がないものをこう葉っぱ取っちゃったら枯れちゃうし、うん、その辺だから愛好者にあんまりおすすめできない。なるほど、作業です。しっかりじゃあこうついてる手をかけれる人の方がやった方がいい。そうですね、ある程度熟練した人でないと。へえ、いやちょっと僕はじゃあやめといた方がいいかな。ありがとうございます。いえいえ。